今朝の風景です。今日もよく晴れてますね。ヨミちゃんは相変わらずネットのメンテナンスしてます。今日はずっと心残りだったこの雨戸の修理をしてます。この戸袋なんですけど、雨戸の戸袋、この金具がサビでなくなってて、ここを押さえることができないんですね。で、今は下に木をくっつけて、こちらに。今日はこれを修理していきます。昨日カインズホームでこれを買ってきました。アングル材、いっぱい穴が開いてるんで、これをここに設置して、落下を止めるような構造にしたいと思います。じゃあまた完成したら報告しますね。これから作業始めます。わっ、時にこのドリルがすごく役に立つんだよね。はい、これ確か3000円ぐらいで買ったんだと思います。随分役立ってます。この工具箱はここに前オーナーが残してってくれたもので、なんか綺麗なんですけど、今回のいろいろと作業を使った工具をここに集めています。じゃあ始めていきますね。